本日はですね、同じ140キロのスイングスピードでも飛距離違うんですよ。素振りの時にどういう意識をして振ってるかなんですよ。当たった時にめちゃくちゃ飛びます。全然質が違うんですよ。さあ、行くぞ。ミノルマンバットなくなりがち。どうも、ミノルマンです。どういうことですか？パクられてるんですか？いや、僕ね、なんかこう、情が入っちゃうんですよ。例えばね、遠方から来た人とか、はい、例えば沖縄とか、はい、北海道から来たら、はい、申し訳ないじゃないですか。野球指導してて、なんかそのまま帰ってもらうの申し訳ないんで、で、あげたりするんですよ、バット。で、プラス、そのやっぱりね、ここであの野球塾の生徒で、やっぱ3年間頑張った子で一番伸びた子とかね、はい、まあ、めっちゃ頑張ってんな、この子みたいな。っていうのがやっぱあるので、ちょっとなくなりがち。はい、ということでですね、本日はですね、これめちゃくちゃ貴重です。スイングスピードで、例えば、まあ、僕が140キロ出るとするじゃないですか。で、もう一人の、まあ、例えば下D が140キロ出るとするじゃないですか。同じ140キロのスイングスピードでも飛距離って違うんですよ。要は、素振り一つでその飛距離っていうのは変わっていく。っていうのを今回お伝えしようかなと。これね、この冬にかけてはめちゃくちゃ大事ですよ。ここ最近の動画で一番大事かもしれないですよ。ほう、そこまで言いますか。はい、まあスイングスピードってね、なんかやっぱ速ければ速いほどいいっていうイメージがすごい強いんで、はい、そうですね。みんな絶対それを伸ばそうとトレーニングしたりとかすると思うんですよ。そうです。だそれをやっぱりね、力つけたらやっぱりボールに力を加えて飛ばしてほしいんで、ぜひそこをね説明しようかなというふうに思います。これはまあ、オキティスタンドが一番分かりやすく説明できるんで、まあ、それで説明していきます。やっていきます。はい、ということで、早速説明していきます。めちゃくちゃ分かりやすく言うと、このまあオキティ、これを自分の体の中心に置いてくださいと。で、2つに分けます。この打つトップから打つポイント、まあ、いわゆる自分の体正面からここから前ですよね。これどっちのスイングスピード、まあ、いわゆるどっちが加速すれば飛ぶかって、なんとなく分かると思います。シンキングタイムです。はい、と。加速してほしいのは、やっぱりこの振り出しからこの当たるまでのスピードがやっぱ速い選手って、当たった時の初速ってもちろん速いじゃないですか。この自分のこのインパクト、ボールからこっち側から走り出しても当たった時って走り出しが遅いんで初速って弱いんですよ。もうこれはなんとなくわかると思います。じゃあ素振りの時にどういう意識をして振ってるかなんですよ。これめちゃくちゃ大事ですよ。例えばですよ、じゃあここの真ん中にあるボールを強く打ってくださいね。これもう真ん中にあるんで完全にこれはもう入り込まれてますよね。ピッチャーからこう来て、これはもう入り込まれてるんですよ。体の正面でこんなところに打つことない。これを例えば強く振ります。上げて引いて足出しますよ。僕にはもうこれ入り込まれてますよ。でもこれを強く打とうと思ったら、しっかりトップ深いところからここまでのスピードを速くしないと絶対飛ばないですよ。ちょっと一回打ちますね。構えます。引けます。わかりますか？もう一丁いきますね。構えます。引きます。こんな感じですね。今構えて引いて打とうと思ってもやっぱかなりポイントが手前に来てるので、早くパーン出さないとやっぱ飛ばないですよ。スピードがないと。じゃあこれ例えばですね、はい、前にしましょう。前にした状態で、まあ、構えて打ちに行くってなったら、まあ、いつも通りのT だと思います。見といてください。いきます。こんな感じですね。これ皆さん見てて、どっちがですね振り出しが速くインパクトまでパーンって出てるかって言ったら、もうこれ見てわかりますよね。完全にここに正面にある時に引いて、この入り込まれてるところを打ってる方がスイングって絶対にシュッと振り出しからインパクトまで速いんですよ。ここの部分が圧倒的に速い人っていうのは当たった時めちゃくちゃ飛びます。だから同じ140キロでも全然質が違うんですよ。伸びるんですよ。
でよくね、まあ、プロ野球選手とかも、まあ、社会人の選手もバットをゆっくり出していくっていう瞬間にゆっくり合わせていって最後インパクトで出たい、そういう選手っていうのは飛ばないです。実際どの選手もここの振り出しっていうのは絶対早いんですよ。でも自分の感覚としてはゆっくり出してるイメージなんですよ。でも早いんですよ。ここがミソですよ。多分そういう人って感覚的に言ってるのはやっぱタイミングを早く取ってゆっくり出してるからこう手もゆっくりみたいなイメージがついてるだけ、多分そうなんですよ。で結構分かりやすくちょっと素振りしますね、はい、例えばこう真ん中、ま、自分のポイントを振りますね。こんな感じ でもこの後ろのポイントを加速するようなイメージ振りますね。なんか違くないですか。すごいコンパクトにビュンってビュンっていってますよ ね。ここがミソですよ。もう言いますよ、もうこの冬皆さん意識してください。このインパクトからこの自分の立っている中心あるじゃないですか、ここを振るつもりでここが生きるんですよ。ほう、だからここ打ちに行くんですけど、ここでもう走らす意識です。だからさっき言ったこれですよね。これをこの前のポイントでここで振るんですよ。ここで打つんですけども、ここから走らせる。はい、分かりやすくありますね。1個目はこのインパクトで振る感じ、これ一般的です。でもインパクトはここですけど、ここで走らせるイメージ。なるほど、なんか違いますよね。違いますね。ここなんですよ皆さん、この中心で走らす意識持ってるからです。ここじゃないですよ、マックスは。ここで打ってるイメージ持つんですよ。で、勝手にここ来てるみたいな。深いですよね。深いですね。素振りではもうこのちょうど自分の体の正面らへんでインパクトするイメージで練習をした方がいいですか、はい、そういうことですよ。の方が絶対振り出し速くなるんで、もうどんどん人間って素振りしてるとこう開いていくんですよね。開いていくとなおかつもこのインパクト、このここで打つ、ここで強く打ったらどんどんこう前に流れていくんで、結局はこのインパクトで100持ってきたい人って100この辺になってるんですよ。この辺でマックスになってるんですよ。だからみんなインコースしかほぼ飛ばないんですよ。アウトコース逆方向打てないとはそういうことなんですよ。強く振り出しのここのスピードが弱いからなんですよ。なので皆さん素振りするときっていうのはインパクトはここなんですけども、もう後ろ側から走らすイメージですから、これがすごい大事。では1個ね、1個ですよ、練習方法ってあるんですよ。これって言ったことありますっけ。ありますね。ありますよね。無重力。あ、そうですね、無重力か。そう、一瞬重力、なんかこうふわーっていえがっと、これ全部言わないです。タコの動画されば使います。はい。なのでその練習をすると振り出しは速くなります。だから振り出しっていうのかなり大事で、なおかつもう一個言うとね、もう一個も最後に言いますと、こうありますよね。ここの例えばこうあったらラストですよ、構いますよね。ここのポイントを強く逆方向に打とうと思ったら、引いて踏み出した時にトップって絶対深くないとダメです。絶対深くないと、こっから強く打てってなったら深いところから持ってこれるんで。でもトップが浅かったら、こっから少しの可動域しかないんで強く打てない。だからトップって深い方がいいですよ。覚えておいてください。なのでぜひ皆さんですね、今回、もう冬、まあ、素振りとかいろいろすると思います。その時に意識してほしいのは、自分の体の中心でヘッドがマックスに持ってこれるように皆さん素振りしてもらうと、かなりですねスイングスピードは上がります。意味のあるスイングスピードになって打球も変わってくるんで、ぜひ皆さん、トライしてみてください。はい、ということで終わりましたよ。もうあれですね、今年の冬はみんな、スイングスピードとか測るにしても数字ばっかり見るんじゃなくて、はい、ちゃんとそのいい質のスイングが触れてるかどうかっていう方に意識を置いて、その上ではスイングスピードを測ってあげるとか、うん、押した方がいいとか、ね、そういうことですね。なので本当にね、やっぱね、数字って大事なんですよね。基本的に数字に結構みんなとらわれがち。やっぱりね、今数字だ、データだ、いろいろあると思うんですけども、
僕が思うにはですよ、数字って確かに確かなんですけども、間違いでもあるんですよね。僕からすると実際打ち方とか悪くても、例えばこうその数字って間違って出たりとか絶対あると思うんです。でも実際見たらその数字通り打ったら、あ、飛んでるかって言ったら、うまい、あれいまいち飛んでないなとかっていう、まあ、矛盾というかっていうのも結構あるので、ぜひですね、皆さん、バッティングするときっていうのは、まあ、こういうスイングスピード測るとかっていうのは本質見抜いた方がいいですね。どっちが当たったら飛ぶんだろうとかね、バットはどういう軌道したら飛ぶんだろう、これは本当にもう YouTube でも飛んでる人のバッティング見てみてください。共通点絶対あるので、あとは体大きいとかね、あ、ここの筋肉でかいなとかいろいろあるんで、そういうのを見るとすごくいいかなと。はい、人それぞれの感覚が正解なので、ぜひ皆さんね、感覚を大事にしながらですね、野球してほしいなというふうに思います。もちろんで終わりますね。そうですね、よかったな、今年1年本当に早いな。たくさんの方にね、チャンネル登録もしていただいて、そうですね、まあ、いろいろと見ていただいて、はい、嬉しいですね。まだまだチャンネル登録伸ばしたいなっていう気持ちあるんでね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、本日は以上となります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導も行っておりますので、そちらもご登録の方よろしくお願いします。女子軟式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらも応募お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。